こんなもんね。うん。まだ。どうなってんでしょうね。やってないよ。廃墟ですね。これ最初図書館で、その後市役所の文館になり、結局それも廃墟。シャークショーも取り壊されて真っさらだな。砂漠のようだ。何あったの？ここシャークショーっすよ、元。知らないですか、柏田市役所。駐車場もあったし、確か隣に劇場もあったんだよな。あったね、そういうこと。いや、一回廃墟探検で忍び込んで建て直しになるの？いや、移転したから。あ、あっち行ったもんね。うん、なんか建つのかな。家分譲せばいいじゃんね。解体工事。広い敷地がある。なんか作んのかな。何も作んねえのかな。もう駐車場でいいよね。おっとっとと。駐車場にしては広すぎるよ。いや、だって円満市にちょうどいいじゃないですか。柏崎花火とか。ここで円満市やればいいじゃん。そうですよね。はい。この家買います？